はいどうも皆さん、こんにちは。うぷ主ののろけよです。2022年3月24日、現在時刻は10時18分です。今回は、名古屋鉄道こと、名鉄のローカル線にいくつか乗ってきました。現在地は名鉄岐阜駅です。今回はここから旅を始めていきます。使用するのは、丸乗りワンデーフリー切符です。名鉄電車全線が1日乗り放題になるフリー切符です。それでは改札を通って、鉄道旅スタート。改札内に入ると、連結をやってました。僕は名鉄はあまり詳しくないのでよくわかってませんが、3100系ですかね。こういう時武蔵野市ならすぐわかるんでしょうね。各務原線のホームにやってきました。これからこの犬山行きで、終点の犬山に向かいます。車両は3500系ですかね。そして発車してから3分でこのガラガラ具合である。いくら平日の日中とはいえ、これはさすがに少なすぎる気が、犬山に着きました。新上行きに乗り継ぎ、終点の新上まで行きます。てか新上って読めないですね。犬山を発車してしばらくすると、右手に線路が複数見えてきます。ここは、犬山検査場です。犬山検査場は名鉄電車の検査の要となる場所で、普通の名鉄の車両のほか、上飯田線の車両も出入りします。西上を越えると、なんとも言えない風景の中を走ります。ということで犬山から20分、上市の中心駅、新上に到着です。ここで今回の目的の一つである広見線の末端区間を走る列車に乗り換えるんですが、少し時間があるので色々見てきます。とりあえず乗ってきたやつの折り返し列車をお見送りします。大田線の列車がやってきましたね。11時31分発の多治見行きですね。車両は JR 東海の木派75型ですね。木派75といえば、少し前に武蔵野市が快速三重で乗ってましたね。こいつもいつか乗ってみたいなぁ。さて、そろそろ乗る予定の御嶽行きの列車が到着する時刻です。僕もこの路線のことはあまり知りませんが、どんな車両が来るんでしょうか。あ、これは違いますね。同時刻に入線する当駅折り返しの中部国際空港行きです。あ、来ましたね。同じく当駅折り返しの、御嶽行き普通列車です。なんか、京急の1500みたいな塗装の列車が来ましたね。どうやらこの車両は、6000系の白帯復刻列車西釜号だそうです。2022年3月19日から同年5月8日までの約2ヶ月間、西尾線や釜郡線で主に使用されている6000系に白帯ラッピングを施して、両路線の愛称である西釜線になぞらえて西釜号として運転していました。とはいえこの御嶽行きとは本来まるで関係ないのですが、どうやら毎週水曜日と木曜日に犬山方面に出向して、広見線などの運用についているようですね。ちなみにうぷ主はそんなことまるで知らなかったので、完全に偶発的なものです。ということで一旦外に降りまして、こちらが新上駅の駅舎です。中心駅だけあって、なかなかでかいですね。御嶽方面行き列車の発着するホームとの間には中間改札があります。とはいえそんなことフリー切符なら関係ないので即突破。ということでこれに乗って、終点の御嶽まで行きます。車両は先ほど言った通り、6000系の西釜号です。この広見線の末端区間は2両編成がピストン輸送するだけなので、前面は方向幕ではなく、専用の板が取り付けられています。また側面の幕は、普通とだけ書かれていました。それでは乗車します。中は、ロングシートですね。発車1分前ですが、人は全然いません。ワンマン使用車なので、その案内も書いてあります。またこの車両は白帯復刻列車なので、過去に白帯をまとっていた名鉄の車両が書かれています。列車は新上駅を定刻通り発車です。それでは、しばらくの間車内放送をお聞きください。この電車は、御嶽行きです。次は、明智です。この電車は、ワンマン運転。後ろの車両は、ドアが開きません。お利用客様は、一番前のドアからお降りください。乗車券、運賃、IC カード生産済み証は、お降りの際、運賃箱へ。定期券のお客様は、運転室にお見せください。取り越しのお客様は、それにして
も結構飛ばしますね。今乗車中の 6011F は1978年製なので、あの 1% よりも古いはずなんですが、結構速度出しますね。さっきから車両がガタガタ言ってるんですが大丈夫なんでしょうか。明智駅で親子連れが降りていったことで誰もいなくなったので車内を撮影。少しレトロさを感じさせる車内ですね。郷土駅で御嶽方面行き列車の乗車口を見つけました。この路線自体危ないと言われているので、この光景もあと少しで見れなくなってしまうのでしょうか。ご乗車ありがとうございました。次は御嶽終点です。揺られ続けて約10分、広見線の果て、御嶽に到着です。いやーついに来ましたね。こちらが乗ってきた車両です。折り返し、新加見行きになります。外に出てきました。こちらが御嶽駅の駅舎です。ローカル駅ではありますが、結構しっかりとした駅舎ですね。ここで、少し時刻表を拝見。朝だけ少し本数が増えていて、他は毎時2本のようですね。これから乗るのは、12時29分のやつです。とりあえず折り返しの新加見行きをお見送りします。それにしてもこの駅、2両編成しか来ない割に随分ホームが長く取られてますね。かつては名古屋方面に直通する列車があったそうなので、その名残ですかね。そんなことを言ってたら、乗る予定の列車がやってきましたね。12時29分発の新加見行きです。これに乗って、新加見に戻ります。車両は、往路でも乗った6000系西釜号ですね。まあピストン輸送してるので同じなのは当たり前なんですが、ほんと側面だけ見ると1500型みたいな色してますね。なおこの列車は2両編成なので、だいぶ向こう側に止まります。ほんと両数とホームの長さの差よ。それでは乗車し、御嶽駅とお別れです。いやー悲しいなぁ。新加見に戻ってきました。行き先表示が変わってないですが、これに乗って、犬山まで行きます。車両は6500系ですね。先ほど乗った6000系の発展版として、1984年に登場した車両です。乗車します。車内は、セミクロスシートですね。20分しか乗りませんが、これは助かる。なお同じ道のりなので犬山まではカット。犬山に着きました。このまま名古屋方面に向かってもいいんですが、特急が先発するのでそちらに乗ります。これに、途中の名古屋まで乗車します。ところで名鉄の特急車両って何種類かいた気がしますが、今回はどの車両か。まさかのパノスパー。いやーまさかの当ててしまいましたか。乗車します。名鉄の1日乗車券は日中の特別車も乗り放題なので、せっかくですし展望席にでも行ってみますか。ということで展望席に行ったら誰も座ってなかったので着席し犬山を発車。いやー実に快適ですわ。名鉄の1日乗車券で特別車に乗る場合はあらかじめ指定を受けた人が来たら席を譲らなければいけないわけですが、どのあたりで乗ってくるのかな。そしてここまでお世話になった広見線と別れます。また広見線と別れた直後、過去に逃走シリーズでバトルした小牧線と別れます。あれももうだいぶ前の話になるんだなぁ。港南で指定を取ったお客さんが乗ってきたので後ろの席に移動。でもこれ後ろに移動しても普通に展望見れますね。さすが展望車。それにしても、名鉄の特別車ってこんなモニターついてるんですね。おや、なんか来ましたね。すれ違い早いなぁ。琵琶島分岐点のあたりで、快速特急新鵜沼行きとすれ岸の、犬山から約30分で、名鉄一の大ターミナル、名鉄名古屋に到着です。とりあえずお見送りを5倍速で流しまして。とりあえず後続の普通で、お隣の山王まで移動します。車両はわかりませんが、中はクロスシートのようですね。新加見から乗ったのと同じやつかな。そして山王に到着後は、適当に通過を撮影しました。しかしそれを紹介すると非常に長くなるので、また別で動画にします。山王駅で通過を撮影した後は、普通列車で金山に移動しました。ということで金山までカットします。はい。ただいまの時刻は、14時14分。山王での収録を終え、現在僕は金山駅にいます。ここからまた移動していくのですが、その前に特急内見行きが来るそうなので見ていきます。この列車は名鉄としては珍しい電車一般車の特急とのことですが、果たしてどんな車両が来るのでしょうか。あ、この車両は先ほど広見線でも見た6000系ですね。広見線の末端区で走ってるような車両が本線で特急として普通に走っているとは、広見線の時とは違い、こちらはちゃんと方向幕が機能していますね。ちなみにこの後、JR で大曽根に移動したのですが、なぜか映像が消えていたので、大曽根までカットになります。てなわけで大曽根に到着しました。ここからは、またしても名鉄に乗ります。これから乗車するのは、瀬戸線です。これに乗って、氷炭山まで行きます。氷炭山に着きました。
この駅はヤバい駅として有名な駅で、島風旅の時に一度訪れましたがあまり紹介できていなかったので再度紹介します。とりあえず乗車電を見送りまして、いやーいつ見ても狭いホームだ。一応ギリギリ黄色い線の内側を歩けはしますが、二人以上来たらもう無理ですねこれ。電柱があるところはもっとすごいことになっていて、僕の足の横幅分しかスペースがありません。なのでこの場所では、電柱に張り付くしかないですね。また改札もすごいことになっていて、入場用と出場用が一列に並んでます。ちなみにこの改札機には扉がないため、何もせず通っても改札が閉まることはありません。そんな状態ですしフリー切符なので素通りしてもいいのですが、一応改札に切符を通しておきましょう。こちらが瓢箪山駅の駅舎です。瓢箪山駅は上下線で駅舎が分かれているので、こちらは下り線の駅舎です。上り線の駅舎は、踏切を渡った先にあります。上り線は割と普通の構造で、やばいのはホームが狭いことぐらいですね。それでは乗車電も来たので、大曽根に戻ります。車両は、行き乗ったのと同じやつですね。大曽根に着きました。突然ですが、これから地下鉄に乗ります。乗るのは、地下鉄唯一の環状線である、名城線です。この半蔵門線みたいな色の列車で、矢事まで行きます。矢事までは、特に何もなかったのでカットします。矢事に着きました。鶴舞線に乗り換えます。ホームに来たら、鶴舞線直通用の200系がいました。これは赤池行きのようですね。ということで後続を待ったら、M3000 が来ましたね。個人的には名鉄の乗り潰しの一環だから名鉄車両が来て欲しかったが。まあいいか。これに乗って、赤池から名鉄豊田線を環状し終点の豊田市まで行きます。ですが思った以上に混んでいて何も取れずにいた結果、終点の豊田市までカットです。ということでここからは、三河線で桐生まで行きます。若林で、反対方面のさなげ行きと行き違いしました。この区間って単線なんですね。桐生に着きました。いやー結構乗ってましたねお前は最後に殺すと約束したな。そうだ大佐、助けて。あれは嘘だ。気を取り直してここからは、西尾線直通の急行吉田吉田行きに乗ります。おめえの席ねえから、ということでここからは、先ほどの通り吉田吉田行きに乗ります。あ、反対方面の特急名鉄岐阜行きが来ましたね。これは、パノラマスーパーですかね。なんか今回パノラマスーパーとの遭遇率高めですね。犬山から乗ったのもパノラマスーパーでしたし。とそんなことは置いといて、乗車する列車が入線してきたようです。雇いを普通として発車した後、鞘で準急に種別変更し、さらに名古屋で急行に種別変更した吉良吉田行きです。これに乗って、西尾線に直通し終点の吉良吉田まで行きます。車両は、数時間前にも乗った6500系ですね。乗車しましょう。はい。逆光で全然見えませんか。列車は西尾市の中心駅西尾を発車です。西尾まではそこそこ乗ってましたが、西尾でだいぶ降りていって車内はパラパラと人がいる程度ですね。この後吉良吉田から乗るがまごうり線が相当ヤバいと聞いてきたのですが、もしかして西尾線も西尾以南はヤバい？その後は軽快なジョイント音を聞きまして、がまごうり線との接続駅、吉良吉田に到着です。西尾線のホームはカーブ上にあるため、列車とホームの間が広く空いているところがあります。この空き具合、奥多摩を思い出しますね。また吉良吉田で蒲郡線に乗り継ぐためには、中間改札を通る必要があります。ということでここからは、今回最後の路線にして、名鉄屈指のローカル線、蒲郡線に乗車していきたいと思います。これで、終点の蒲郡まで乗り通します。車両は、広見線の末端区間でも乗った6000系ですね。西蒲郡としてついてたやつです。というか西蒲郷って本来こっちの。それでは乗車しましょうか。この列車はワンマンなので、先頭車の後方の扉から乗る必要があります。前の車両が意外と混んでたので、後ろの車両に移動してきました。蒲郡線は輸送密度が1日2857人と非常に少なく、廃線が噂されているほどの路線ですが、それでも夕方はそこそこいるんですね。蒲郡線はとりあえず2026年までは存続が決定していますが、その後はどうなるかわからないので、皆さん、蒲郡線に乗ってあげてください。さて、そんな蒲郡線は、果たして3年後、どうなっているのでしょうか。子供の国駅です。愛知子供の国の最寄り駅ですが、徒歩15分ほどかかる上上り坂で、さらに愛知は車社会なので、蒲郡線を使う人はあまりいません。そんな状況ゆえになんとこの駅は、名鉄の駅の中で一番利用者が少ない駅になっています。同じ名前の駅は東急にもありますが、あちらの利用者数は8894人なのに対して、こちらの利用者はなんと121人です。いやーひどい差ですね。西浦で、反対方面の吉良吉田行きと行き違いのため4分停車。蒲郡線は、
本的に今乗ってるやつと向かいのやつとあともう一本の3編成で運用されているようですね。蒲郡協定場前駅です。蒲郡協定場の最寄り駅ですが、現在は三河市を津駅に客を取られています。また蒲郡協定場を出ると蒲郡線としては珍しい高架区間に突入します。この高架区間はほぼ直線なので、ここまであまり飛ばせていなかった蒲郡線も本気を出していますね。そして吉良吉田から30分、蒲郡線を環状し蒲郡に着きました。そして幕回しが入りましたね。蒲郡線非常に面白い路線でした。利用者数こそ微妙かもしれませんが、景色は良かったですし、ネタも豊富だったので、皆さんもぜひ蒲郡線に乗ってみてはいかがでしょうか。西尾線や名古屋本線と一緒に使えば乗り換え1回で名古屋まで行けるので、かなり遠回りにはなりますが乗りやすいと思いますよ。少なくとも広見線の末端区間よりは。ということで今回はこの辺でお開きとさせていただこうと思います。この後、終わりの挨拶があります。本編は以上です。ご視聴ありがとうございました。ということで皆様、いかがでしたでしょうか。これにて、名鉄のローカル線巡りの動画は以上になります。お楽しみいただけましたでしょうか。今回は名鉄のローカル線を乗り潰してきたわけですが、まあ共通して言えることは、三河線と豊田線以外は、あまり人いなかったですね。今の両数で全然こと足りてました。ただかといって一両にするレベルかと言われると、案外そうでもない気がしますが、まあ今の状態がちょうどいい気がします。次回の僕の動画は、大回り乗車です。また再来週に投稿しますので、しばしお待ちください。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。